注意ください。はい、こんにちは。本日は高田馬場駅周辺を歩いてみたいと思います。こちらは早稲田口でございます。早稲田口を出て右側に西武線の乗り場がございます。こちらも高田馬場駅ですが、こちらは西武新宿線の乗り場となっております。直接的に駅構内で乗り換えも可能だと思います。あ、2つありますね、ここ改札両方同じだと思いますが、なんで2口あるんでしょうか。そして右手出ますと早稲田正門行きということで乗り場バスがございます。ロータリー状になってますね。でビッグボックスがあったりとか、ドンキホーテがあったり、あとパチンコ屋とかもありますね。あとくら寿司とかいろいろ飲食店もあります。マクドナルド、大戸屋とかも、これ飯困んないですね。餃子屋があったりとか、あと居酒屋とかもいっぱいある感じです。あとランチもいろいろ行けそうな感じがしますが、あそこすごいね、幸寿司っていいのかなすごい若干見る間に右側に傾いてますけど、その上には学生ローン、カレッジ、学生ローンってね未だにあるんですね。どんな感じなんでしょうか。やっぱね、いろいろ起業されたりとかするような方もいらっしゃったりとかすると思います思います。あ、鳩めっちゃいるよあそこでね。俺高田馬場駅は1回ね散歩しゃべりで行ったっていう記憶があったんで、ちょっと調べてみたんですよ。 YouTube で散歩しゃべり高田馬場で調べてみたら、2019年の5月だった。やばくない？5年前だよほぼ。で本日の日付言っておりませんでした。2024年の3月1日でございます。あ、そうだ、今さ俺分かったんだけどさ、昔までねサムネイルに日付入れてたんだよ。最近入れてなくて、それ入れといた方がいいね、俺のために誰のために。いやでもさ、サムネイルでアップロードした人、公開した人、あと撮影日ってなんかちょっとずれることがあるんで、まあ一応ね冒頭ではなるべく、冒頭っていうかまあ冒頭付近で必ず日付は言おうとしてるんですけど、その時にね高田馬場5年前に歩いた時はこの辺からこうまっすぐガーって行きましたね。どれぐらい変わってるんでしょうね。5年間ぐらいでどれぐらい変わってるかは動画を見比べてもいいんですけど、今日はこちら側に行きたいと思います。栄通り、東京富士大学入り口というふうに書いております。入っていきますと商店街なんでしょうか。ちょっと蛇行したね、こうカーブ、緩いカーブになって左手曲がっておりますけど、右手に餃子酒場、そして1階には馬屋、山形牛一頭買い、あで松屋もあります。でラーメン屋もあります。さらにその隣には清流、これは何屋なんでしょうね、居酒屋でしょうか。居酒屋なんですけども、時刻的に、あ、時間言ってながら一応言いましょうか。14時55分、ランチやってるのかな、居酒屋で。ちょっと分かりません。店員さんね4名ぐらいパッと見た感じありましたよ。あとは八百屋さんがあったりとか、やっぱ居酒屋多いね。一休とか米米屋、これは定食屋かな。あとは針屋、接骨屋、接骨屋で接骨院、やっぱ居酒屋が多いかもね。やっぱここで飲んだりとか、どんちゃん騒ぎあるんでしょうかね。こう牛角があったりとか、奥にはマンションらしきものも見えました。蓬莱ビル、あそこ辺も鳥貴族、地下にやっぱりありますかね。地下にあるのかな。で1階はテケテケで、もうずっと行ってるもうそれだけで楽しいような感じですけど、もう最近は居酒屋に全く行きませんので酒飲まないとね本当にこの辺がね俺にとって無関係な感じになってますが、これ右側に曲がってみましょうか。角にねセブンイレブンあります。さあここ曲がっていくとどんな感じでしょうか。川が流れておりまして、その川、橋の名前もちょっと見てみたいと思います。こう散歩しゃべりしないとね、これ橋の名前なくて本当どうだっていいからね。橋の名前で何々橋の上でまた会いましょうみたいな君の名はみたいな清水川、清水川か、清水川橋と捉えていきましょう。うわこれは渋いですよ。ちょっとアーチになっておりまして、登ってここは中央部分でしょうかね、見えます。向こう側には東京富士大学があって、下には川がシャカシャカと流れておりまして、向こう側にはあれ山手線かな、 JR かな、流れております。向こう側には東京都立戸塚地域センター、地域センターがございます。でこっちは時和パレス、なんかいい感じのマンションなんでしょうか。あ、この辺ね、その時俺行ったかな、5年前の何を喋ったんだろうな。5年前はね、あそこね覚えてるのは確かね、散歩喋りじゃなくてというか、散歩がメインじゃなくてね、あの某レンタル会社、東洋レンタルっていうところがね昔あそこにあったんですよ、馬場にあったんですよね。でそれで返却がてら確か通ってたと思います。もう今は東洋レンタル自体は青山の方にありましたからないですけどね。懐かしいですね、5年前か、しょっちゅう来てましたね馬場に。いい思い出ですよ。
そしてここが、あ、そうね、パンデュール、コーヒー&ワインなんだ。コーヒー&ワインなんですよ。そうか、喫茶店ということでよろしいんでしょうか。あっち側にはね、東京アニメーションカレッジ専門学校がありますね。育英美術専門学校があります。設計 ACG 映像純芸って書いてます。あれ、なんか日本語漢字が不思議な感じだったな。千駄ヶ谷日本語教育研究所があったり、天気いいね、あります。今日はちょっとね、短めの散歩ですけど、今日の3月1日の21時これをご覧になっているのは3月1日以降だと思いますが、3月1日にね、アップロードする回が九段下だったんですが、まあ、これが無事アップロードされれば162本目の散歩しゃべりなんですけど、161本目、1個前の回が九段下を散歩いたしました。九段下時代は何回か散歩を試みたんですけど、なかなかね、途中でやめちゃうっていうこと結構ありまして、でその結構やめるうちの一つの場所が九段下で、ちょっと一種の鬼門だったんですけどね、無事カンパけてあげることができました。ちょっとね、なんか散歩の質としてはどうだったの、散歩の質ってどういう感じなのかってよくわかんないけど、まあ、皆さんにね、なんか有益な時間をお過ごしいただけないかなと思い、その時間が成立してるかはちょっとわかんないんですけど、まあとにかくアップロードしまして、そこの中でそう、ついにですね、もうリブートだと、 DJ オズモポケット3の話をしまして、なんかね、ゲストを募集したいということを言った後のこの第一本目なんで、ゲスト来るかなと思われている方もいるかもしれませんが、そういうことで、まだ公開されて募集が開始されていないので、こういう形になっております。さあ、めっちゃいい匂いがする、匂いが映らないですが、これラーメン屋ですね。池田屋というラーメン屋があって、めちゃめちゃニンニクの匂いがします。お腹空いてきますね。もう昼過ぎですけれども、すごいお客さんがカウンターにザーッと、空きもほぼないような形で、そういう店は昼時過ぎても並んでるんでしょうか。ここ目の前はね、横断歩道の前はローソンがあって、ここなんでしょうね、学校感めっちゃあるね。あ、ないね、フレンズビルだって。三方でいいのかな、3つの宝製薬って書いて、あともう一つ更新建設でいいんですか、工業の方に新しいと書いて更新でいいんでしょうか、建設となっておりますけれども、私はですね、この後どこに行くかというと、まあ、左側行っちゃいましょう、左側行っちゃいましょう、渡らずに。あ、でももう点滅したから渡っちゃうかな、ちょっと明るい方がいいな。あ、こっち側でいいか、ちょっとこっちを渡っちゃおうか。団地もありますね、団地風のありますけど、さあ渡って、あ、日当たりがいいです、あったかい。ただ上着はね、もう結構フル装備というか、真冬モードになっているので、こっち側を歩いてしまうと、歩いているとちょっと汗ばんでしまうかもしれません。気温とか出るといいんですけどね、気温あんまり関係ないかな。早稲田が近くにあるし、学校も先ほど東京富士大学でしたっけ、まあ、あったりとか、専門学校もいっぱいあったりするんで、学生さんとかね、もしかしたら見るかもしれませんね。賃貸探してさ、地方から、学校に行くんだっつって、学校の近くの方がいいでしょうと、寮とかね、寮とか嫌なんだ、一人暮らしがやりたいんだっていうんで、この辺で探すけど、土地勘が全くわからないっていう方が見てるかもしれませんけど、そういうテンションの時一回あったな。1年か2年くらい前の学習院下っていう駅があるんですが、そちらの頃をちょっとパッと思い出しましたけど、あれ実際そういう方いたのかな。まあ高野馬場はね、居酒屋が多かったですよね親御さんとかちょっと心配になっちゃうかもね18歳ぐらいのね、お子さんを居酒屋の多い町に送り込むっていうのは、まあそういう東京とかね、東京に住んでない地方の方が東京に送り込むっていうのはある程度の覚悟もあるでしょうし、まあ大学生っていうのは、あるいは学生っていうのは、あるいは反社会人っていう言い方を俺が今初めてしましたけど、ではまあそういうのはね、あるんだろうと思って、まあみんな楽しいんじゃないみたいな感じなのかな。あ、ここは何でしょうか、エステート、あのロゴ、アイコン、キャラクター見たことある、空気を変えよう、なんだっけこれ、空気清浄機、空気を変えるから、え、なんだっけ、エステートって、エステートじゃない、エステーだ、エステー R&D センター、日本香り研究所え、なんだっけ、エステーって、エステーってなんだっけ、 CM とかあるよね、あのひよこのピヨピヨマーク、え、なんだっけ、エステーって調べればいいんだけど、調べるまでもないというかちょっとこっち曲がってみるか、こっ行ってみましょうか。まっすぐだけじゃね、つまんないですよね。
あ、そうなんです、そうなんですよね。でゲスト会ということで今回も引き続き概要欄から、ゲストを募集したいと思います。ゲストっていうのは募集するもんなんでしょうかね。なんか違う気がするね。ゲストって俺招くもんだから、こちらからって言って声をかけなきゃいけないんですけど、声をかけるべき今聞いてらっしゃるあなたのことが私はわからないので、もしよかったらちょっと名乗りを上げていただけないでしょうか。もちろんね、ちょっと私とが喋りたい人、私と喋りたいって言うとなんか変な感じだけどね、一緒に散歩してさ、本当にこいつリアルタイムで喋ってんのかみたいなのもいいかもね。あと人が来るとさ、多分色変わるんだろうね。俺さ、もう一人で喋ってるっていうよりも、こう理想的な聞いてくれてる人、つまりあなたみたいな感じの作り上げてるわけ。もう性別とかも分かんないしね、年齢とかも分かんないんだけど、あの YouTube のアルゴリズムっていうか、あのアナリティクスだっけでは分かるんですけどちょっとその最近男性が多いみたいですね。女性もいらっしゃいますけど、あと年齢がね、18歳から24ぐらいでこう分けられてるんだっけ、あのその辺が多い時期もあるし、なんかね44から45ぐらい、そのなんか私よりちょっと年同じ同世代というか、まあ同じぐらいの方が聞いていたりとか、まあなんかいろいろいらっしゃいますけどね、いろいろばらつきがあるようです。時期によって異なるようです。ここ学校館出てきましたね。 ECEC セントラル新宿セイカなんですか、これ学校ですか、なんか幼稚園かな、幼稚園な気がする。ここは小学校かな。相馬坂と坂がありますね。こっち側は小学校かな。小学校の名前だけでも確認しておきましょうか。新宿区立、新宿なんですよ、ここ住所はね、高野馬場だけど、落合第4幼稚園だった幼稚園でした。幼稚園だけこれ、あ、幼稚園だけだ。東京都新宿区落合第4幼稚園。第4ってことは1、2、3がまだあるんですかね。大きいね。2階、3階もあるんだね。あ、見て、この滑り台。やばいでしょ。幼稚園生、このスパンで楽しむの。まあまあな傾斜だと思うけど、あれ。すっごいね。第4幼稚園。すごいじゃん。幼稚園がございました。そうすると、まっすぐ行くと、おっと、これは鳥居が見えてきましたね。鳥居ですよ。そういえばさ、俺思い出してきたわ。西武線をさ、西に向かうっていうすごろくをやってた気がする。で、高野馬場やったでしょ、2019年に。その後ね、下落合行って、でその後どの辺まで行ったかな。上石神社行ってないか。荒井薬師前じゃない。なんだっけ。なんかそういうところまで各駅停車で行ってたんですよね。それももうちょっと再開してもいいかもね。というのは下落合の会を思い出し、ここ歩いたかもな。下落合隣の駅だから、氷川神社角にありますね。なんかこういい感じのパースがついて左右に道が開けております。でこれ 1,2,3,4 サロンになってるんですけど、ちょっと変形区形な、面白いね。なんか十字には完全にバッテン90度で交差しているわけではございません。じゃあこっち行ってみようか。感じでございます。一応一例を遠巻きながらしておきました。はい、それ出るとこれがなんとか通りなんでしょう。これ電車西武線でございますね。だからこの辺は歩いたかも。でも3年か4年くらい前だと思います。東京富士大学、富士大学ですよ。はい、じゃあもうちょっとこの辺かな。俺さ、今日行かなきゃいけない場所が実はあったんですけど、こっち側だ、こっち側だ。もうちょっとお付き合いください。もうちょっと、あれ、こっち側だっけ、こっち側だ、こっち側だ。すいません、一個間違えました。ああ、そうなんですよ、ね、だから西武線の、西武新宿線を一駅ずつ行くという、なかなか難しくなってきたな。4年前とか暇だったんだろうな、俺な。いや、暇じゃなかった。いや、わかんない。もう全く覚えてない。もう俺が一番懐かしいもんね。高野馬場の会で俺何喋ってるのかって。絶対覚えてないけど、再生ボタン押したら思い出すんだろうね。そんなことばっかりですよ、もう本当に。で、ここにはマッサージ、接骨院、なんか多い気がするな。
接骨院行きたいのかな俺がね、目につくってことは。他にもいっぱいお店がある中、接骨院ばっかり読み上げておりますが、堀内会館、ここがパーラーですかね。こちらがと思いきや、こちらが今日のメインでございます。ということで今日はありがとうございました。じゃあまた遊びに来てください。じゃあね、バイバイ。